さあ皆さん、今年もこのシーズンがやってまいりました。はい、クリスマスですよ。まあ皆さん、クリスマスといえばどうなんですかね。例えば奥さんとか、もしくは彼女さんとかですね、いろんな方からですねプレゼントをもらったりとかですね、華やかに過ごすんですかね。うん、まあいろいろあると思います。世の中にはサンタさんの係をやってる人もいっぱいいると思いますけども、ご安心ください、我々がおります。皆さんには様々な条件が揃ってると思いますけど、はい、今年もですね、我々がですねワームサンタとして皆様のもとに降り立つ季節がやってきたというふうに解釈していただければですね、この企画の趣旨も分かっていただけるんじゃないかと思いますけども、はい、まずはですね、まあ、前と同じなので知ってる方いると思いますけども、これライブ配信でやります。で、大まかな流れをまず解説しますね。はい、はい、まず一般の方々、見ていただいている視聴者の方々ですね、はい、は12月15日金曜日にですね、プレゼント公表&募集開始の動画が上がりますということで、よろしかったですか。はい、はい、まずはですね、こんなプレゼントがもらえますよ、ワームクロースからということですね。はい、そして、募集開始ということになります。募集はですね、はがきで応募していただく形ですね。皆さんは、楽しみにですね、はがきを書いていただいて、そしてですね、このプレゼントが欲しいなと思いながらポストに入れていただくというのがですね、12月15日の動画を見た後の皆さんの流れということですね。豪華商品を用意してますよ豪華じゃないものもあるけど、そしてプレゼントの数もですね、1個2個じゃないですよ、たくさん用意してますよということでですね、ご安心くださいって感じですね。そして、12月の21日木曜日にハガキ必着という形になります。なぜかというと、12月の22日金曜日がクリスマスライブ、プレゼントライブですねということになりますので、皆さんまずはですね、12月の22日の夜は、プレゼントライブに参加していただくというのをお忘れなくというのとですね、より楽しんでいただくためにですね、12月15日の動画を見ていただいたら、21日ハガキ必着でハガキを出していただきたいと、はい、いうのがですね、まあ、全体的な流れでございます。はい、ちなみに本当にこれ忖度なしで、ただひたすらハガキをめくってってですね、当選当選当選ってやるだけです。はい、なので、やっぱりこのライブを見てていただかなきゃダメですよ、その代わり。はい、見てていただいた方しかもらえないですからね、基本的には。ということで、12月22日の夜はですね、大体何時からですかね、これね、9時、まだ9時じゃないですかね。そうですね、9時ぐらいから、だいたい9時15分になることが多いんですけど、そのあたりから始まりますんでですね、ぜひその前までにその日は開けといていただいてですね、はい、金曜の夜に開けとけってのもなかなかのもんですけど、はい、クリスマス前のね、はい、そういった形でですね、まあ、我々サンタさんからですね、プレゼントをいただいてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。これがですね、視聴者の皆さんにやっていただきたいことです。もう一つはですね、これハガキでご応募していただくんですけども、通常のクリスマスプレゼントライブが終わった後にですね、メンバーシップの方限定でですね、メンバーシップ用のですねプレゼントを別途用意してます。今回かなり今年1年お世話になった方が多いので、一応そういった形でですね別枠で用意してます。なので前半戦の、クリスマス、プレゼントライブは基本的に、平等ですよ。もう どなたでも当たる可能性がある、そういう感じになってます。で、それとは別に、それ以降でメンバーシップの方用のライブを別でちょっと短い時間やりますんで、そこはまた全く別のプレゼントを用意してますんで、はい、ということでですね、まあ、メンバーシップの方はですね、お手数なんですが、はがきに、メンバーロゴ、わかりますか、紳士ですよ、はい、いろんな色の紳士いると思うんですけど、紳士をですね自分なりに書いてください。マジックでもいい、鉛筆でもいい、ペンでもいい、何でもいいんですけど、はい、書いていただければですね、あ、このハガキはメンバーシップ用のプレゼント企画に、応募したいんだなということで別枠でくくりますということでですね、もちろん通常の方にも出していただいて、メンバーシップの方にも出していただいても構いませんよという形でですね、メンバーの方でやりたい方は、ロゴ紳士をハガキに、別に上手に書けとは言いません、汚くてもいいですよ、はい、書いていただければですね、我々それを見てですね、あ、この人はメンバーシップの方の抽選会に参加なのねということでですね、そこも含めてやっていきたいというふうに思っております。ここまでがですね、基本的に見ていただく方々皆さんへの、我々からのですね、まあ、企画の提案でございます。かなり今年も1年間お世話になってですね、若干ですがちょっと収益の方も、いただいておりますので、それをですね皆さんに還元する形で、はい、こうやって言うと炎上したかもしれないですね、ということでですね、やらせていただく企画になってますんで、結構いろいろ用意してます。しかも僕自腹で買ってるものもあるんで、なかなかのものもあるんで、
ぜひお楽しみにしていていただければと思うんですけど、はい、それはですね、まあ15日の金曜日にはですね、こんなプレゼントをやりますというふうに公表しますんで、まあ、それまでですね、お楽しみにしていていただければ、はい、いいのかなというふうに思います。ですね、ちょっと別枠になるんですけども、協賛企業さん募集のお知らせです。この企画に賛同していただける企業様いらっしゃいましたらですね、言っていただければで、参加の仕方は非常に簡単です。何かその視聴者の方にプレゼントする商品を、こちらに送っていただければ、もちろんご連絡の上ですね、送っていただければ、その商品自体をですね、その、クリスマスライブ内で、商品紹介を、します。はい、で、一応協賛企業様のメリットとしてはですね、大したメリットじゃないんですけど、僕らがですね、商品紹介をさせていただくその場をお借りしてという形ですね。はい、その、商品紹介した上でですね、抽選をさせていただくような流れというところになります。なのでですね、まあこれある意味チャリティーみたいなもんなので、視聴者の皆さんへのプレゼントなんで、まあ、気軽に参加していただければと思います。ただですね、ちょっとあまりもしよくわからないもの、例えば通販サイトでしか売ってないような、ちょっとそのよくわからない、そういったものはですね、ちょっとこちらで、選別させていただく形になるんで、一応その辺はですね、事前に、ご連絡いただければ、概要欄のメールでいいですか、はい、何か画像か何かとともにですね、これよかったら出すよってご連絡いただければですね、僕らの方でちょっとですね、やらせていただくようなイメージで、そういう形で協賛も、受け付けております。はい、よろしかったですか。はい、よろしいですよ。はい、という形でですね、もう皆さんにこういうふうにですね、喜んでいただける企画をなるべく数をこなせればなと思いながら計画を立てておりますので、ぜひですね、皆様もですね、素敵なプレゼントありますよ、マジで。結構予算使ってるんでというところでですね、はい、ぜひ楽しみにしていただければですね、嬉しいなというふうなところで、今日の動画はこの辺でよろしいでしょうか。はい、ということでですね、ぜひですね、お楽しみにしていただければということで、まずはですね、12月15日ですねの動画を、ぜひ見ていただければというふうに思います。ご協力いただける、企業の方、もちろんあれでいいんですよ。突然なんかどっかの地元の企業の方とかが出してきてくれてもいいんですよね。はい、そういったところも含めてですね、お待ちしておりますので、また、この辺で今日はお別れになりますけども、12月15日お会いしましょう。それではさよなら。